我がスタンドキラークイーンのシアーハートアタックは狙った獲物は絶対に仕留める。シアーハートアタックに弱点はない。こっちを見ろ、こっちを見ろ。よーブラザー、はい、今日もねシアハートアタック使っていきたいと思います。年末最後のスカーミッシュ、さっき新型のライフルビルド使ったんですけどなかなかうまくいかないので、ちょっとシアハートアタックいこうかなと。で一応さ、このね、服もね、あの清掃に着替えます。はい、じゃあ行きます。はい、よろしく。シアハートアタックはライトマシンガンのね、PVP 用のフィールドなんですけど、スイートドリームと、なんだっけ、ブラックライデーを使ってます。で、ピストルの方に、キャノンですね、ホルスタータレントのキャノンが入ってるのを入れて、こう最初の左ジャブのこのスティンガーハイブを打ちやすい状態にしてますね。スティンガーで死んでますね彼。後ろに投げられたでしょ今。後ろに投げられたことに気づいてないんですね。これキャノンじゃないと相手の後ろ側にこのスティンガーを置けない。で銃が乱射して撃たれてるときなかなか彼は気づかない。あ、はい、爆弾、これが確定キルムーブね。今ちょっと爆弾の、決まりが悪かったですね。まあこういう形でシアートアタックは完成してます。ただ相手をこの乱戦の中でかき回すために遠くに投げなきゃいけないんですね、このスティンガーハイブ。というのはね、とりあえず壊しておきましょう。どこ魚群してるんだろう、中央あたりでいいかな。左だね。オッケー、左、これも左ジャブでこう投げ入れて、おお、アーティータルかな、なんか撃たれてます。相手の居場所が分かんないところで突っ込むと危ないんだけど、おっ、こっちか。オッケー、おっ、とりあえずスティンガーハイブを置きます。これ むやみに置いている理由の一つとしてはこう回復するからです。で一発一発置いていく。はい、ブーストのあるあたりでこう生き延びることが俺の仕事です。危ない危ない危ない、おー、で味方が来るでしょ。こういう形で立ち回って、味方が落ちたときは逃げるよりもブーストを守りながらこうやって立ち回った方がね、いいんだけど取れちゃってちょっと味方来るの遅かった。ある程度枚数を確保できる状態で戦わなきゃいけないから引いてもよかったね。じゃあここで、相手はもうブーストね入れてるからここはもう引く一択なんだけど引いてない。その場合はカバーに入ってあげる。遠間からこう打ってあげる。でスティンガーハイブ復活させられる可能性があるときはこうやって何かを投げていく。でボムを投げ入れられたら1回跳ねる。で相手遠間キャノンが入る。そしてキャノン入れた、突っ込む、相手は死ぬ、こういう形ですね。はい、じゃあ次どんどん陣地を取ってます。陣取り、囲碁みたいに陣取りしていきます。でスティンガーハイブが入っていく。相手はかく乱されている。はい、こういう形で状態異常が入ればバサクラとかもダメージ のアドバンテージが、ね、減ってきますので、このように戦う。
で、あとこれでイーブンだね。しっかり味方と動きを合わせながら行こう。はい、正面から打ってグー、相手は突っ込んできてる。ここは美味しくいただきちゃいましょうね。で、左後ろにいるっぽい。で、ジャブを打っていく。はい、使わせていく。はい、やっぱりいたね。はい、じゃあ突っ込みます。ほい、で、やっぱりこう後ろに降りていきます。で、ここで確定キルムーブを入れていく。えいって感じ。後ろでやられてんな。何にやられたの？はい、中央から出てきてる。はい、まずはジャブを置き、時間稼いだ。この距離では打ち合わない。相手の後ろ側に投げていく。うわ、やべえやべえ、危ねえ。大丈夫か？おい、うわ、危ねえ。簡単には死にません。おう、どこだどこ。おう、来てる。確定キルムーブ入れたい。ボンマーが行かなかったね。ちょっと中央に陣形で、陣地に陣取り。この裏取り要員がちょっと危ねえから、裏取り要員を倒す。はい、爆弾入れた。相手は爆弾の動きに合わせらんない。オッケー。で、戻ろう、陣地に戻ろう。来た。もう相手は逃げ場なし。スーパー90打ち合い負けない。オッケー。はい、いる。まずはジャブを投げていく。ちょっとこう打っていく。こいつは落とせる。で、左側に回ってきてる。確定キルムーブを入れていく。回り込んで、もう確定入ってる。おい、ウォー、オーマイガー。味方も落としちゃった。ここ決めたらかっこよかったな。あ、そう、まだいないね。まあ、あと2枚なんで、あとはもう突っ込む間に終わってるかな。おお、やばいやばい。巻いて2体だから俺は突っ込むよ。オッケーオッケー。いや、この俺が決めてやるぞ。えいえい。さあ、ブーストなんだい。ダメージブースト、面白い。えい、ダメブーでしょ、ダメブーでしょ。ダメブーは大丈夫なんですよ。レッ、えい、さあ来い。オーマイガー、おう、おう、かっこ悪い。かっこ悪い。さあ、あと頼むぜ。この割り方やだな。はい、こんな感じでね、シャハドアタック使い方のね、立ち回り方の説明の動画でした。さあ、最後スコア見ていきましょうね。まあ、でも最後の、ね、動画になりますので、よかったら皆さんね、あと今ね22時11分、簡単に編集してパッてお出ししますので、よかったらね、皆さん見ていってください。ありがとうございました。いいメンバーでしたね。
はい、ということでキルは11キル、はい、ではまたお会いしましょう。バイバイ。どうもお疲れ様でした。ここで私からのお願いです。ではチャンネル登録ボタンをポチッと押していただいた後にベルマークの方もポチッと押してください。これでまた私とお会いできますね。ありがとうブラザー。